田辺とは、日本の古墳時代に設けられた土地や、人民の支配制度の一つで、山東県が直接支配した人民の内三宅で工作したものを指す。諸地域の民を集団移住させたもの、都来人を集めたものなど、様々な人たちから構成されていた。労働奴隷というよりも、一般農民に近かったと思われる。日本書紀によると、534年。 安官天皇の時に設置された、昭魂殿宮家と桜井宮家では、大友金村の相上により、国ごとの田鍋を設置し、それぞれ天皇の日の舎で姫、皇庫遊園に支給されたとある。南波宮家でも、軍ごとの桑井朧ぼろが、日の匠姫に与えられたとなっている。同じく534年の天皇の行行の際に、三島の上がったぬしめし粒は、両殿として、 竹村の土地40町を献上して天皇から褒められている。先に大河内味張は両殿の献上を惜しみ、直視を欺いていたため、軍事の役から解任されてしまった。味張は恐れ入り、軍ごとに桑ワヨ春秋各500人ずつ献上し、追犯していた大友金村に、 河内の脅威だろ区長を賄なったという。これによって、三島の竹村宮家では、河内県の柿部が田辺とされるようになったという。金明天皇の時には、555年に、騎備国の白井宮家と田辺を設置し、その後、569年に検定して、定席を作ったという。大化の改新により、田辺は公民となった。ありがとうございます。